みと約束した場所だな。旅人、ここのこと覚えてるか？この前渡墨島に来た時、ここを通ったことがあるだろ。あの時お前はメカジキ2番隊の隊長になってたよな。もうあれからだいぶ時間が経ってるから、抵抗軍の兵士たちがまだお前のことを忘れてないといいんだけど、渡墨島もきっと大きく変わってると思うぞ。近くを見て回ろうぜ。敵がこちらより多ければ突破を求むべし、敵がこちらより少なければ干渉を求むべし。海辺の敵、輸送船あり、船を燃やせば勝利をもたらさ。五郎様、結論は出ましたか？ああ、三五宮様の残した虎の巻をもとに推測すると、ファデュイの船が近くに停泊しているのがわかる。だからこそファデュイの奴らもあんなに突き上がっているんだろう。二手に分かれよう。一体が奴らの注意を引き、もう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やす。そうすればきっと奴らも逃げられまい。いや、しかし三五宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていた。付け入る隙を与え、総崩れを招いてしまうと。では救援を呼びましょうか？それでは間に合わない。奴らの動向を見るに、もうここを離れる準備が済んでいるだろう。三五宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった。兵力が足りない以上、今回は一旦諦めるしかない。ではあいつらをこのまま逃すというのですか？そんなの納得できません。実は三五宮様の虎の巻にはもう一言書いてある。窮地に陥りし時、援軍が現れ。だがいまいち意味がわからない。援軍とは一体？五郎、ここで何やってんだ？隊長、渡墨島に戻っていたんですか？助かった。やはり三五宮様の虎の巻に間違いはなかったようだ。ちょうどいい時に来てくれた。近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてな。それで今回俺たちは奴らの動向を探り、事前にここで待ち伏せをしていたんだ。だがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない。悪いが注意を引きつける役を任せられないだろうか？わかった。ファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれない。オイラたちも放っておけないぜ。よし、ことは急を要する。俺たちは後ろから奴らの船を燃やす。その後また落ち合おう。油断するなよ。俺たちも終わり次第すぐ戻る。どうやら抵抗軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだな。あいつらの手助けができるよう、オイラたちも頑張ろうぜ。冷たく剣与万丈ガン闘技。話が通じないならただく天道万象器用のおとりだ。やべえぞ山ども、船が燃やされてる。なんだと、卑怯な山ども行くぞ。大路は立たされた、目に物を見せてやれ。料理の時間だよ。天道、ここにあり。隙あり。俺様に任せろ。前の出番だぜ。どりゃ。ガン闘技。ふっ、はっ、砕きやがれ。
前がいなかったらあいつらを逃すところだった。その手にあるのがここみの虎の巻なのか。どれどれ。うわ、こんなに分厚いのか。実はこれはまだ一部でしかない。あと5冊もある。そんなに。三五宮様はあらゆる状況に応じた戦略を考えている。それにこれらは常備用の虎の巻だ。少し多いのも仕方ないこと。この虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できている。こんなにたくさんの策、どんだけ時間をかけて書いたんだ。あらゆる状況に対応できるようにするなんて、考えただけで頭がクラクラするぞ。隊長、今回せっかく渡墨島に戻ってきたんですし、もう一度メカジキ2番隊の指揮を取りませんか。僕たちみんな隊長に戻ってきてほしいと思っているんです。今は平和な時期ですので、隊の数を減らして民の暮らしを手伝う必要があると三五宮様はおっしゃっていました。約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し、各小隊の支援をしています。そしてもう半分は見回り、建造、農業などの作業を行っています。ただ先日、昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので、隊への復帰を望んでいるようです。抵抗軍のみんなは相変わらずだな。あ、そういえばオイラたちがここに来たのは、ココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだ。ボロ、ココミがどこにいるか知ってるか。三五宮様なら今は多分ボーロー村にいる。あそこで何かあったらしい。三五宮様が直々に対処しているそうだ。俺たちもそろそろ離れよう。そうだ、もし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ。近頃兵士たちに落ち着きがない。なぜかは知らないが、その理由を俺に話したくないようだ。昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのに、なんであんなこそこそと。何か厄介なことがあったのかもしれない。心配だ。そうだな、オイラたちも抵抗軍の兵士たちと話がしたかったんだ。出発しようぜ旅人。あなたはメカジキ2番隊の隊長。あなたのことは知っていますよ。あなたのおかげで今の渡墨島の平和があるんです。自分はメカジキ2番隊の隊員ではありませんが、当時タタラスナにいた時、あなたをお見かけしたことがあります。両軍が対峙する中、人前秘部で何人もの幕府武士と戦っていましたよね。かっこよかったです。何か自分に手伝えることは。何でもお手伝いします。皆さんの落ち着きがない。確かに自分も感じていました。多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう。戦場では犠牲になる可能性が常にあったので、皆さんすごく気を張っていましたし、そんな状況下で戦争がいきなり終わったため、皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよ。ですので心配しなくても大丈夫です。少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよ。それ以外だと自分には心当たりがありません。ですが三五宮様がいる以上、渡墨島に危険はないと自分はそう信じています。それに今はあなたも戻ってきましたので、より安全かと。何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってください。すごく親切な人だったな。他の人にも聞いてみよう。ふう、平和最高だ。ん？なんだか見慣れた顔が。どこかで見たような。誰だったか思い出せない。
だが敵じゃないようだな。何か用か。みんなに落ち着きがない？そうか？全然そうは感じなかったが。普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな。俺からすりゃあいつらはいつも騒がしいからさ。せっかくの平和なんだ、ちゃんと味わっておかないと。ここで日向ぼっこして海風に吹かれる。俺のやるべきことはそれだけさ。悪いな、お前たちの質問に答えられなくて。産後の宮様に聞いてみるといい。あの人なら何でも知ってる。うわぁ、もう眠っちゃいそうだぞ。これ以上邪魔するのはやめとこう。他の人に聞こうぜ。和平交渉に同意するなんて、産後の宮様は一体何を考えてるんだ。ああ、天領奉行の奴らは全く信用できない。奴ら秘密裏にファデュイと結託して俺たちと引き続き戦争しようとしてるらしいぞ。本当か？それは確かなんだろうな。もちろん本当のことだ。俺たちの仲間がファデュイと対峙した時、陰謀を企ててる奴らを見たそうだ。やっぱりそうだったのか。天領奉行の奴ら未だに横島な心を。産後の宮様はやはり甘い。奴らを簡単に信じるなんて。静かに、誰か来る。何を話してたんだ？隊長？あ、戻っていたんですね。さっきのこと隊長に言ってもいいか？やめておけ。この人は産後の宮様に買われている人物だ。彼も和平交渉を主張するかもしれない。隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろ。いや、でも確かに用心に越したことはないか。その隊長の帰還歓迎します。こちらは何も異常ありません。全て順調です。産後の宮様は村にいると思います。隊長もそちらへ向かってはいかがでしょう。おい、なんかこそこそ何かを言ってたような。でも言いたくないなら仕方ない。まずは村に行ってみようぜ。早く言え。渡辺島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう。天領奉行の商人であるお前が渡辺島で商売してるなんて、前々からおかしいと思ってたんだ。今回こそは言い逃れできまい。誤解です。誤解？何を今さら。やはりお前が渡辺島で商売することに同意するんじゃなかったぜ。連れてけ。お待ちを。ここみ、ここにいたのか。何か揉め事みたいだぞ。事情を聞いてくれ。産後の宮様、この商人が怪しい行動をとっていたゆえ捕まえておきました。私どもの調べによれば、彼は長期的に商品を仕入れているのですが、それらを売っていないようです。それなのに品物を持っていないため、きっと天領奉行にこっそり運んでいるに違いありません。違います。私は。そこまで。皆さん冷静に私と一緒に深呼吸しましょう。少しは落ち着きましたか。松田、内村、渡辺島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよ。ですがその前に、こちらの商人さんが過ちを犯したかどうかに関わらず、少なくとも弁解する機会を与えるべきではないですか。過ちを犯せば罰を受けるのは当然。しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません。渡辺島で行われる物事は主観的な判断ではなく、全て事実に基づくものでなくては。商人さん、私の部下が品物のことについて疑問を抱いています。そのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうか。はい、もちろん。
渡辺島で商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていました。もう少し在庫を確保して商品の値段が上がった頃に売ろうかと。あ、しかしそんな時、仕入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです。私が何をしたというのでしょう。品物は奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんて。ふん、それが本当かどうかなんてわからないだろう。だとしてもファデュイに奪われたという証明にはならない。それに天領奉行とファデュイは結託してるんだ。ファデュイの手に渡ったということは天領奉行の手に渡ったも同義。え？天領奉行がファデュイと結託？それはどこからの情報ですか？私は何も知りません。それに結託していたとしても私と関係ないじゃないですか。戦争はもう終わったのに天領奉行がまだファデュイと結託してるのか？おいらは違うと思うけど。オイラたちこの前九条家の名代に会ったんだ。そういうことをするような人じゃなかったと思うぞ。でもここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたな。ココミ、お前は何か知ってるか？確かにそのような報告を聞きました。もう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります。今回の交渉は上里家によって仕切られ中立地点で行われます。私と九条沙羅がそれぞれ自衛を引き連れこれからのことについてしっかりと計画を立てる予定です。しかしそのような大事な時期にとある噂を耳にしました。九条家が未だにファデュイと結託しており、渡辺島を壊滅させようと企んでいると。もしそれが本当なら交渉は罠である可能性が、そして上里家もそれに関わっているかもしれません。商人さん、あなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか？本当です。嘘はついていません。ファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きました。そこに秘密の拠点があるのかもしれません。わかりました。容易ならぬ事態です。私たちがあなたの品物を取り戻しましょう。うまくいけばあなたの身の潔白も証明できます。もし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合、あなたには調査に協力してもらう必要があります。よろしいですね？異論ありません。三五宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんて、なんとお礼を申せば。松田、内村、あなたたちは？三五宮様の仰せのままに。よろしい。旅人、いえメカジキ小隊二番隊隊長、私と共にこのことについて調査していただけますか？ではあなたと離れていた間に新たな成長を遂げているかどうか見せてもらいますね。私もあなたに自分の得意なことをお教えいたします。私についてきてください。ファデュイから品物を探し出せたらあの商人の潔白が証明できるはずだ。それにファデュイと天領奉行が結託してるっていう噂もちゃんと調査しないとだな。おとなしくしろ。よそ見するな。産後の宮様の調査結果が出ればきっと。商人の言っていたファデュイの拠点はこちらで間違いなさそうですね。置いてあるものを見たところ、ここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう。それがなぜかファデュイに占拠されてしまっています。うわぁ、すごく守りが固そうだ。オイラたち本当に入れるのか？力ずくで突破するのは難しいかと。ですが問題ありません。
ここは私たちにとって有利な地形です。それに私たちがいることも相手に露見していません。敵は名所、こちらは暗所。策謀を張り巡らすのに絶好の機会です。私の考えでは3つの策があります。1つ、金属金王。稲妻に残っているファディの勢力は微々たるものです。その多くは敗れた残党。高所から飛び降り敵の大将を仕留めることができれば、増兵を打たずとも勝利を得られるでしょう。2つ、虎の意を狩る。あちらをご覧ください。火薬だるが積まれています。彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば大打撃を与えることができます。不意をつかれた相手は確実に動揺し、戦力も大幅に低下するでしょう。そして最後、血のりを生かすこと。ここは海の近く、水域に覆われています。周囲の水蒸気を集め、あなたの雷で麻痺させることができます。さすがココミ、こんなに早く策を思いつくなんて。で、結局どの策で行くんだ？この3つの策にある大きな違いは、実行者の自身に対する判断能力にあります。情報から飛び降り拠点を奇襲する、最も早く解決できる方法ですが、高い武力を求められます。爆発で相手の人員を瞬時に減らせば、正面からの戦いを避けられるでしょう。しかし気配を消し隠密行動する必要があります。そして血のりを生かすには着実に戦いを繰り広げる必要があるため、持久戦になる可能性があるでしょう。どの戦術がいいですか？私と同じように奇策に興味があるようですね。私もこれが一番好きな戦術です。なんといっても危険が最も少ないので、しっかりと作戦を練り彼らに驚きをあげましょう。難攻不落。爆発の規模は私の予想とほとんど同じでした。ファデュイたちも驚いていたことでしょう。お見事です。てひひ、ココミが考えてくれた戦術のおかげだ。どんな戦術であろうと、最終的には誰かが実行しなければなりません。これまで勝利を収めてきた戦いにおいて、大事だったのは私一人の力などではなく、皆さんの努力なんです。そうだな、オイラもすっごく貢献したもんな。おい。ですが、まさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜み、これほど長くここで陣取っていたとは。彼らの目的は何なのでしょう。まさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託を。この拠点を詳しく調査しましょう。あの商人が嘘をついていないのでしたら、品物はここにあるはずです。おお、あたりを見てみようぜ。これ、探してた品物じゃないか？中にいろんなものがあるぞ。天領奉行の印が入ったものもある。これで間違いないみたいだな。うわ、これって全部爆弾を作る材料だぞ。危険すぎる。ココミに一言伝えて、オイラたちで全部処理しちゃおうぜ。これはファデュイが貯めてた食料？もう腐ってるみたいだぞ。こんなんで普段きちんとお腹いっぱい食べられてるのか？
ココミー、ココミ、商人の品物を見つけ出したぞ。ほら。あ、はい。いえ、少し気が散っていただけです。見せてください。はい、確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね。食料、薬剤、農業用具、すべて戦後に必須となるものばかり。きっとこれらを蓄えておいて、後々いい値段で売りたかったのでしょう。しかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず。彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね。大方儲けを出そうとした一介の商人でしょう。松田と内村が言っていたほど大げさなことではありません。でもわざとみんなの必要なものを溜め込んでおくなんて、それはそれで悪いやつだと思うぞ。このまま品物を返すのか、なんだかすっきりしないな。安心してください。こういった状況だった時のこともすでに考えてあります。最新の戦後臨時法令の中ですでに必需品の値段上限を設けています。これらのものは最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう。彼がもう少し早く法令を見ていればこのような惨事にはなりませんでしたね。おお、ココミは何でも考えてるな。大げさです。現に天領奉行とファデュイが結託している噂について私には皆目見当もつきません。しかもちょうどエネルギーが不足しそうになっているこの時に。お、ココミ、なんかいたか。いえ、早くこの品物を持ち帰りましょう。祝賀会はもうすぐ始まります。このような面倒事は早く終わらせるに越したことはありません。おお、オイラたちも平和な渡つみ島で祝賀会をしたいからな。それは私の品物。ありがとうございます。サンゴの宮様、隊長様、どうですか、冤罪だと言ったでしょ。ふん、どうだか、とっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろう。ファデュイの拠点で得た情報から見て、彼は確かにファデュイと関わりはありません。ファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですので。しかし。しかしも何もありません。品物は取り戻しました。先般の約束通り彼の汚名を晴らすべきです。申し訳ございません。軽率でした。ふんふん、日頃から仕事をまともにしていない間抜けなあなたたちがこうして面倒を引き起こすんですよ。やっと自分の間違いに気づきましたか。商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の政令によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。適正価格での販売に加え罰金も課します。金額は。ちょっとお待ちを。サンゴの宮様、私の味方だったんじゃ。もちろん違いますよ。私は渡つみ島の荒人神の巫女、神将筆伐の理念に従うのみ。功績ある者は勝し、罪ある者は罰する。汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番です。そんな。ほら連れてくぞ、罰金を払いな。サンゴの宮様、この者が品物を自分のものだと言いましたが、やはり少々気がかりなことがあります。天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょう。しかし他の品物を見るとそうではないようです。特にこれらは明らかに神社で使われるもの。ええ、大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう。他の品物については持ち主を探しておいてください。
神社関係のものは私が対処します。あなたたちには苦労をかけますね。いえ、とんでもありません。しかし三五宮様、証拠をつかむことはできませんでしたが、天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです。和平交渉について今一度お考えを。わかりました。しっかりと考慮しておきます。私はこれら神社関連のものを持って三五宮に戻ります。よければ一緒に行きませんか。渡積島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです。慣れていただけるといいのですが。この村、私もだいぶ長いこと来ていませんでした。近頃は処理すべきことがあまりにも多く、今度機会がありましたらあなたを渡積島のかつての神社へ連れて行ってあげますね。実は最初、渡積島の神社は三五宮ではなく他の場所にありました。その場所とは渡積島の七天神像の近くです。当時渡積島は幕府ほど将軍を崇拝してはいなかったのですが、少なくとも彼女の存在を認めてはいました。ですがあの人たちが振り落とされ、渡積島を守護する魔人が斬られたことでかつての神社は放棄されたのです。その頃より渡積島と幕府の関係は微妙なものとなり、互いの偏見はより深まっていきました。今回の和平交渉において私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。三五宮様、本日はどのような要件でここへ。なんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよう。あなたは私たちが一番頼りにしているお方ですので。はい、ご安心を。私は大丈夫です。三五宮様、どうか今一度お考えを。幕府軍とは長くにわたり戦ってきました。このまま和平交渉するなんて納得できません。彼らと和解したらかつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいます。おいおい、いい加減にしろって。いつの時代の話をしてるんだ。戦争は終わったんだ。安心した暮らしができればいいじゃないか。それはもちろんわかる。じゃが、少なくとも主導権はこちらが握るべきじゃ。妥協なんてもってのほか。安心してください。このことは再度考え最善を尽くしますので。よかったです。どうかお願いします。あら、三五宮様、こんなところで会うなんて思ってもいませんでした。私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです。あの子が三五宮に入ればこの先も安心です。三五宮様はお優しいのできっとよくしてくれますから。機会があれば三五宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですが。ほら、三五宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょ。うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ。彼女が三五宮に入った時は気にかけておきますね。三五宮様、やっと会えました。今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですが。三五宮様、
こちらはメカジキ2番隊の隊長ですよね。彼はこれからも渡積島に残るのでしょうか。サンゴノミヤ様。皆さん落ち着いてください。すべてお聞きしますので。ですが時間のかかる問題は報告書にまとめてサンゴノミヤまで届けてください。時間の空いた時にきちんと処理します。あ、大丈夫ですか？どうやらあなたはこのような場面に慣れているようですね。サンゴノミヤ様、ここにいらしたのですね。報告したいことが。祭礼用の道具がなかなか届かず、何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。それなら、もうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすがサンゴノミヤ様です。それと、ここ最近の公文書を簡単にまとめて、サンゴノミヤ様の机に置いておきました。また予定ですと、この後より繊維産業の発展に関する会議があります。予定？今からですか？はい。遠くからいらしたお二方が、すでにサンゴノミヤ様をお待ちしております。わかりました。今日はあなたに渡積島を紹介しようと思ったのですが、どうやら先に要件を済ませる必要があるようです。明日サンゴノミヤの門の前で会いましょう。それから共に祝賀会の準備を。祝賀会、おいしいもんがいっぱいあるかな。もちろんありますよ。渡積島の特産を使った美食、あなたたちにも味わってもらいたいものです。やったー。はい。あれ、ココミはまだ来てないのか。おかしいな。ココミは遅刻するような人じゃないと思うけど。うん、もう少し待つか。来ないんだろう。何かトラブルにでもあったのかな。あそこの兵士に聞いてみよう。サンゴノミヤ様に会いたい？ここにはいないよ。俺もサンゴノミヤ様がどこにいるのかわからない。悪いね。いや、諦めるのはまだ早い。確かサンゴノミヤ様が残した常備用の虎の巻にこの状況を打破する解決策があったはずだ。確か第98条、私の不在時遠方より訪れし客を南へ導き、紫の葉が茂る木のそばへ。それに注意書きも。サンゴノミヤ様が理由を残さず不在の時、そして客人の身分が特別な場合にのみ適用されると。お二人は遠くから来たお客さんだったね。この虎の巻に間違いはないはずだ。ココミは本当にあらゆる状況を考えてるんだな。じゃあオイラたちもさっき言ってた場所に行ってみよう。本当にここか。なんだかどんどん遠くなってる気がするぞ。あ、あの木、ココミの虎の巻に書いてあったやつに似てないか。あそこから中に入れるみたいだ。行ってみよう。ココミ、ここにいたのか。今日一緒に祝賀会の準備をする約束してたよな。あ、あなたたちでしたか。すみません、
今日は少し具合が。病気か？待てろ、すぐに医者を呼んでくる。いいえ、一時的にエネルギーを使い果たしてしまっただけです。エネルギー？まさかここ見て人間じゃないのか？いえ、ただの比喩にすぎません。お恥ずかしながら、あのような万能な姿をずっと維持することはできないのです。え、気づいていたのですか？どうやら私もまだまだのようです。もっと隠し通す技術を磨かないといけませんね。実は私は人の上に立つのがあまり得意ではないのです。もともと私は兵学を学んで幕僚になるのが夢でした。他人と会話し、気を配り、顔色を伺い、利益を分配する、私にとってどれも非常に大変なことです。他の人を満足させるだけでなく、彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありません。むしろかつての私が関わりを持ちたくなかった分野なのです。しかし血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私のもとにやってきました。好む好まざるに関わらず、それを避けることはできません。ですので、自分に限界が来た時、ここへ来るようにしているのです。本を読んで、休憩して、仕事には影響しませんので、ご心配なく。祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました。今夜はまだ演説が一つ残っています。兵士たちに良くない印象を与えるわけにはいきません。やっとのことで勝ち取った平和、彼らにはもっと息抜きをしてほしいのです。何かオイラたちに手伝えることはあるか？このまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきます。ただ私の好きな兵学を聞かせていただけると、より早く回復できる気がします。確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありました。ただどこに置いたのか忘れてしまい。オイラたちが探してくるよ。それをココミに読ませればココミも立ち直れるな。本当ですか？ありがとうございますやはりあなたたちが渡津見島に戻ってきてくれて本当に良かったです。エネルギーが全回復した時は私も人付き合いがうまくいくのですが、私にとってあまり親しくない方と話すことはエネルギーを消費することなのです。公文書がたくさん置いてあるな。休みの時もこうして時間をあけて公文書を処理してるのか？産後の宮事業活動の村流通報告、漁業生産の年次総合管理報告書、渡津見島施設の維持管理費配分の月次報告。はあ、こんなにたくさんのことを処理しなきゃいけないのか。それにココミは普段虎の巻も書いてるし、多くの人とも会ってる。あんなにやつれるのも無理ないな。早く兵学の本を探してココミに元気になってもらおう。これを見ろ。ココミの探してた兵学の本かな。今日はメカジキ2番隊隊長が戻ってきた。エネルギープラス4。ああ、それは返して。うーん、
これも違うみたいだな。もう少し探そう。多分この本だな。ほら、ここみが挟んだしおりもある。しおりがないのはもう読み終わった本だろうな。うん、なんか難しい内容で全くわからないぞ。今すぐこの兵学の本を持って行ってココミに読み聞かせようぜ。ココミ、探してたのはこの本か？よく覚えていません。少し読んでいただけますか？はい、それです。お願いします。ココミ、ココミ、どうしよう、ココミが寝ちゃったぞ。今夜は祝賀会があるし、それにもうじき和平交渉も、まだまだやることが。本当に大丈夫なのか？でも確かに疲れてるみたいだ。まだ時間があるならもう少しだけ休ませてあげるか。災いを払い、安寧を守る。戦争は終わりました。すべてがいい方向へ。あなたたち見届けられましたか？あ、私眠ってしまったのですか？今は何時でしょう？すっごく長い間寝てたぞ。もうすぐ映画が始まる時間みたいだ。そんなに長く？これほど安らかに眠ったのは久しぶりです。少なくともエネルギーも3点は回復したような気がします。これで和平交渉の終わりまで耐えられるはず。ありがとうございます。私たちも早く映画の場に行きましょう。ココミがいつもの状態に戻った。よかったな。どうやら祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね。しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりません。わーい、ココミのエネルギー足りるかな？ご安心を。全く問題ありません。あなたたちのおかげでエネルギーがとても早く回復しました。よかった。オイラたちも応援してるぞ。皆さんお疲れ様です。本日は祝賀会へようこそ。ついに我々と幕府軍の戦争は終わり、メガリレーの廃止も見届けることができました。稲妻の未来がどうなるのか私には予測できません。しかし私は明日天領奉行と和平交渉を進め、渡積島の平和のために最善を尽くします。皆さんのご尽力があったからこそこのような困難な戦いに勝つことができました。皆さんには感謝しています。この祝賀会はここにいる全ての方に用意したものです。苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう。宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった。人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです。私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか？天領奉行とファデュイの結託について未だに決め手となる証拠がありません。明日の交渉で何か起きないか心配なのです。わかった、オイラたちが調査してくるぜ。サンゴノミヤ様のおかげで渡積島に今の平和がある。
最近？そうだな、俺たちにとって一番の出来事といえば、海に出て魚を取れるようになったことかな。戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから、近くで小魚やエビを取ることしかできなかった。収穫がほとんどない時もあって、みんな腹を空かせてたよ。子供がそれで泣いているのにどうすることもできなかった。毎晩腹がうめき声を上げ、眠ることもできず、そのまま夜が明けたこともある。それが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ。聞いたよ、メカジキ2番隊の隊長なんだってな。この戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとう。さっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう。受け取ってくれ。いやいや、気にすんなっていいんだ、君がいなかったら俺たちはまだ腹を空かせてたかもしれない。恩はしっかりと返す、そう珊瑚宮様に教えられてるんだ。わかった、じゃあこれは受け取っておくよ。ありがとな旅人、他の人にも聞いてみようぜ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。新鮮な果物と野菜、どれもお肉のお供にぴったりだよ。天領奉行とファデュイが結託していること、私もその噂を聞いたけど、それ以上は何も知らないよ。でも兵士たちがそわそわしているのは私も感じてたわ。ほら、あそこの兵士を見て。ここ最近あの人なんだかおかしいのよ。大きな声を張り上げながら長槍をずっと振り回しててね、恐ろしいわ。はあ、せっかく戦争が終わったんだし、もうこれ以上何も起きないといいんだけど。私が知ってるのはこれだけよ。もし気になるのなら彼に聞いてみるといいわ。やっと手がかりを見つけたな、早く行ってみようぜ。うわ、この人すごくお酒臭い。ん？お前は確かメカジキ2番隊の隊長。そうだったよな、ワタツミ島に戻ってきてたのか。てっきり正体を見捨てて一人で逃げたのかと思ったぜ。オイラたちが逃げるもんか。どうだか、平和やら安定やらみんなそんなことばっか口にしてるが、抵抗軍にとって一番大事なことが何なのか忘れてないよな。そうだ、お前にまだ抵抗軍の兵士たる資格があるかどうか俺が試してやる。俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるよ。おいおい、なんかこの人とは会話がしづらいな。どうする、やるのか。そういうことは俺に勝ってから言うんだな。強い。さすが珊瑚宮様が選んだお方、お前にはまだ戦う意志が残っているようだ。もしかしたらお前なら俺たちを理解できるかもしれない。メカジキ2番隊の隊長、俺たちの仲間になってくれないか。天領奉行とファデュイの結託は俺たちが流したガセだ。そんな、ココミがずっと心配してたことなのに、お前たちの嘘だったのかよ。どうしてそんなことするんだ。一歩間違えればまた天領奉行と戦争になっちゃうんだぞ。そう、それこそが俺たちの望む結末だ。和平交渉？そんなことばかり考えてたら、渡辺島に未来はない。天領奉行が考えを変えないと誰が保証できる。
ライデン将軍が次のメガリレーを発令しないと誰が保証できるんだよ。我々帝国軍に最も必要なのは戦う意志だ。天領奉行とライデン将軍は信じるに値しない。信じられるのは自分自身のみ。お前もそう思うだろう。それも一理あるけど、なんだか言ってることに少し違和感が。あ、そうだぞ。そんなこと言って結局全部憶測じゃないか。そういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げて、たくさんの人が待ち望んだ平和を壊そうとしてるっていうのか。何も知らんくせに俺に説教するな。お前らに何がわかる。戦いに勝つため俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた。それを今更もう意味がないだなんて。俺たちに武器を下ろさせ一般人のように生活しろと言われても、そんなことできるわけないだろ。目を閉じると見えてくるんだよ、戦場で犠牲になった仲間の姿が。あいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ。だから俺は絶対に天領奉行とメガリレーを許さない。お前と俺たちは同志ではなかったようだ。このことをサンゴノミヤ様に言いたいのなら好きにしろ。だが俺たちを止めようとするのならもう間に合わない。間に合わない？どういうことだ？うーい、無視を決め込んでるぞ。どうしよう、緊急事態だ。早くここみに伝えよう。とにかくそういうことなんだ。天領奉行とファデュイの結託はそいつらがでっち上げたことで、和平交渉をめちゃくちゃにして戦争を続けるのが目的らしい。それにオイラたちが何をやってももう間に合わないって。そうだったのですね。大丈夫です。ご心配をおかけしてしまいましたね。このことは私のせいでもあります。私がもっと早く彼らの気持ちに気づけていたらこんなことにはなりませんでした。光禅が言っていた間に合わない、何を指しているのかおおよその予想はつきます。和平交渉は明日ですが、双方の自衛はすでに交渉地点に到着し周囲の安全を確認している状況です。光禅のような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょう。じゃあどうするんだよ。オイラたちが今からそこに行って自衛を交代させるか。いえ、それでは妥当性に欠けます。第一に私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえば余計な警戒をさせてしまうでしょう。それに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し天領奉行の自衛を攻撃して戦争を引き起こしてしまう可能性もあります。何よりこのことに参与している渡墨島の兵士の数がわからない以上、人員を変えても結局意味がないかもしれません。なんだか複雑だな。じゃあもう方法はないのか。ご心配なく、ことが起きた以上私が対策を考えます。兵士たちの考えは間違っているとはいえ全て彼らのせいということではありません。いずれにせよ彼らの命をどう守るのか、その方法を考えなくては。明日またここで会いましょう。はあ、とうとう和平交渉の日ですね。準備は整いましたか？こちらへ、これをあなたに。昨晩書き下ろした虎の巻です。今回の交渉は複雑ですが187を超える状況には至らないと判断しました。これら状況の対策をすべて書きましたので
それを参考にして臨機応変に対応してください。おお、分厚い。どれどれ。激しい言い争い、戦いの火花、放火作戦、兵の分散投入、人質の確保。多すぎる。でも全ての状況の解決方法があるなんて、それだけでも心強いな。それは良かったです。今回の和平交渉は非常に特別なもの。渡辺島と幕府にとってとても重要なことです。しかし渡辺島の兵士たちが不満を抱いている以上、私たちは和平交渉において不利な状況に立たされています。交渉を円満に終わらせるためにはより多くの手間がかかるでしょう。渡辺島の荒人神の御子としてこの席を担わなければなりません。私に力を貸していただけないでしょうか。それは良かったです。では出発しましょう。お久しぶりです、九条サラさん。前に会ったのは戦場でしたね。ああ、あの時はお前のおかげで苦汁を飲まされた。ところで、なんでお前もいるんだ。はい、彼は今回の交渉の証人となります。彼は私たちの戦いを最初から最後まで経験し、現在の平和に多大な貢献をもたらしました。彼以上にふさわしい者はいません。それもそうだな。では早速本題に入ろう。まずは海域の管轄権の問題だ。戦時中、私たちは鳴神島における渡辺島漁師たちの活動を制限してきた。ここよりその制限を正式に解除しよう。だが収穫を渡辺島に持ち帰るには、私たち鳴神島の税法にのっとって税を納めてもらう必要がある。いいでしょう。ですが鳴神島付近で漁をする方に対し、天領奉行による庇護を約束してください。彼らにもし治安問題による損失があった場合、天領奉行が率先して解決をお願いします。それは約束しよう。協約の中にも載せる。天領奉行がいる限り彼らに危険はない。なんかうまくいってるみたいだな。それから人員の往来と常備軍の所属問題についてだ。以前までは我々が渡辺島に行こうが、渡辺島の人間がこちらに来ようが、厳重な尋問を受けてきた。その結果、お互いの交流がますます減り、島々の間で商売をする商人もほとんどいなくなってしまった。戦争が終わった今、双方の貿易取引を担当する商人をシャブ業から何人か選ぶことを提案する。貿易取引はお互いに意思疎通を取らなければなりません。双方の商人に参加させるべきです。シャブ業に完全に委ねることはできません。だが私の知る限り、渡辺島は現在あらゆる種類の物資が不足している。シャブ業による統一管理はお前たちにとってもいいことだろう。物資の不足についてはこちらが対処します、ご心配なく。それに渡辺島は資源が豊富なため、多くの商人がここへ来たいと願っています。ましてやこういうことは上里家と相談するべきこと。天領奉行はここまでの権能は持ち合わせていないはずですよね。だったらひとまず治安について話そう。単刀直入に話すが、渡辺島の治安部隊を天領奉行の管轄下に戻したいと思っている。当分の間それは不可能なことです。不可能なことなどあるまい。天領奉行が稲妻の治安を管理している以上、渡辺島をこのまま例外にするわけには。卑劣な九条家め、貴様らはファディと結託し俺たち渡辺島の全てを奪おうとしてるんだろう。
野郎ども、九条家を信じるな。俺に続け。九条様を守れ。第16条、いやいや67条か、それとも73条、あーどれを使えばいいんだよ。の一条です。しかしあなたたちが手を出す必要はありません。ただかつ状況が変わりました。あなたたちは横で待機してください。ご安心を。あなたたちの思いは理解しています。後のことは私に任せてください。九条さん、このことについて我々渡積島に説明をしていただけませんか。ああ、少し待ってくれ。全員私の調査が終わるまで手を出すな。お前たち二人、こっちに来い。いえ、お前たちは本当にファデュイと結託しているのか。それは…その結託とまでは。何人かのファドゥイたちが渡住島との戦争を引き延ばすために共に協力しようと言ってきたんです。それでそのどうせ害もないと思ったので。ですが私たちは同意したわけではありません。ただ彼らに渡住島で大暴れをさせてから状況を判断しようと。九条様、私たちは彼らと結託なんてしていません。ただ少し前に一度話をしただけです。それがなぜ渡積島の人に知られたのかは分かりませんが。もういい、戻って罰を待つんだな。何がどうあれそいつらはファデュイだ。奴らが私たちにしたこともう忘れたのか。協力どころか最初から関わり合いを持つべきではない相手だ。奴らの目的は何だ。ファデュイの主力はすでに稲妻から撤退しました。私たちを訪ねたのは彼らの親分の敵討ちをするためだったようです。あの女の部下か。復讐を果たし稲妻をまた混乱に導こうとしているのか。いつか必ず私が奴らを全員捕らえる。この件に関しては確かに我々の問題だ。すまない、私の管理不足でこのような局面をもたらしてしまった。今一度和平交渉を続ける機会を。もちろん九条さんがこのことをうまく処理できると信じていますよ。ですが自分たちのことですら管理の行き届いていない天領奉行に渡積島の治安を預けるのはいささか不安が残ります。返す言葉もない。この議題はひとまず置いておこう。天領奉行の管理改善を済ませてからまたきちんと話し合いの場を設けさせてくれ。商人に関することは私も社奉行と相談し双方が参加できるようにする。なんだか九条サラの勢いが一気に弱まったな。これで交渉がうまくいくはずだ。まさか渡積島の軍師が戦いだけでなく交渉にも秀でていたとは。次会う時はまたこうして座りながら話し合いをしたいものだ。戦場でのお前は厄介すぎる。今日はここまでにしよう。私も戻って天領奉行の内部問題について徹底的に調査しなければならない。ファデュイの拠点はすでに私たちが潰しました。もうすぐ彼らから支援の要求連絡が入るでしょう。相手に感づかれないようまずは彼らに従い現れたところを一網打尽にすることをお勧めします。
考えておく。感謝する。では私はこれで、次また会おう。三五宮様、我々は渡積島に戻ってからにしましょう。三五宮様、すべて知っていたのですか。あなたたちがことを起こした原因、すでに聞いています。天領奉行が信じられないため、和平交渉をせず戦い続けたいのでしょう。結果から見ると、確かに当てずっぽうで彼らの陰謀を見抜くことができました。ですが、あなたたちのやり方を認めるわけにはいきません。しかし三五宮様、我々は多くの仲間を犠牲にしてきました。このまま足を止めてしまったら、今までの努力が無駄になるのでは。このまま戦争を続けることを望みます。私が犠牲になっても構いません。完全な勝利を得られるのなら。あなたたちの考えも理解はできます。ただし、その考え方で他人を巻き込むようなことはしないでください。戦時中、悲しい出来事が多々あった反面、勝利の味も経験してきました。あなたたちにとっては戦意をかきたてる経験だったでしょう。ですが、あなたたちの見えないところで毎日苦しい思いをしながら生きてきた人々もいたのです。渡積島の人々が平和を願うのは、一人一人が戦争にたくさんの力を費やしてきたからです。彼らはもう疲れ切っています。あなたたちをもう一度あの日々に戻すわけにはいきません。しかし私は。わかっています。すべてあなたたちのせいというわけではありません。私の考え不足でした。あなたたちに戦う意志を持つよう伝えたのに、それをどう手放すか教えなかったのは私です。三五宮様のせいではありません。私たちの身勝手が招いたことです。何にせよ、軍法による処置を受けます。はい、では処置を言い渡します。今日より秘密軍隊を設立することに決めました。渡積島の安全を守り、一切の危険を島から遠ざけてください。そして、あなたたちと同じ考えを持つ者の加入を許します。ですが、訓練は非常に厳しいものになるため、しっかりと頑張ってくださいね。三五宮様、それはどういう。今回の交渉から見て、九条家も当分の間は平穏を保てないでしょう。平和を望む者もいれば、戦争を望む者もいます。渡積島が平和を望んでいるとはいえ、自分たちを守るくらいの力は必要です。あなたたちにまだ戦う意志があるのなら、今日から厳しい訓練を受けてもらいましょう。一人一人が戦いの場で幕府の武士を二人やっつけられる程度になるまで。ありがとうございます、三五宮様。では五郎のところで訓練を申し込んでください。今後は何が起きようと、自分勝手な行動は許しません。もし次またこのようなことがあれば、理由を問わず弁解の余地がないことをお忘れなく。かしこまりました。今後は精一杯訓練に励みます。こんな機会を与えてくださり、誠にありがとうございます。では私たちは五郎様のところに行ってきます。はあ、やっとこれで適切な解決ができました。なんだかまたエネルギーが減り始めたような気が。一緒に秘密基地へ行って休みませんか。ご苦労様でした。あなたのおかげで渡積島はまた平和を取り戻せました。はい、ゆっくりと回復しています。しばらくすれば完全な状態に戻れるでしょう。やはり人の多い場面は苦手です。以前よりはだいぶ進歩しましたが、
それでも人が多くなると少々慌ててしまいます。交渉などは今度から五郎に任せるとしましょう。そうでしょうか。でも荒人神の巫女としてはまだまだ力不足が否めません。以前は勝つことだけを考え、渡積島の安寧を維持し、一人一人が楽しく生活できることを望んでいました。しかし今になってそれだけでは足りないことに気づいたのです。人の願いは千差万別、幸福の基準も無論異なります。私の歩むべき道はまだまだ長いようですが、問題ないでしょう。一息に歩けないというのなら、ゆっくりと歩いていけばいい。今の私はまだまだ未熟者ですので、もう少しだけ渡積島に残り、私と一緒にいてくれませんか。